フランクリン・ミゲル・モラレスは、ベネズエラ共和国、グアリコ州産フアンデロス・モロス出身のプロ野球選手。左投げ左だ。2002年11月13日に、コロラド・ロッキーズと契約。2006年には、参加の A 級モデストナッツで10勝9敗、防御率3.61、脱三振率10.46を記録し、オフには、ベースボールアメリカ史の有望株ランキングにおいて、 トロイトロイツキーに次ぐ、球団内2位、全体では30位の評価を受けた。2007年8月18日のロサンゼルスドジャース戦でメジャーデビュー。9月にはロッキーズの先発投手では新記録となる21.1イニングを連続無失点に抑えた。ボストンレトソックスとのワールドシリーズでは2試合に9円登板して7失点と打ち込まれたが、オフには ベースボールアメリカ史のランキングで全体8位に順位を上げた。しかし、その後は、請球難に苦しみ、2009年のシーズン途中からリリーフに転向。一時はクローザーも任されたが、安定した成績を残すことはできなかった。2011年5月19日に後日指名選手とのトレードでレッドソックスに移籍した。 2013年にはワールドシリーズの優勝メンバーとなった。2013年12月18日にジョナサン・ヘレイラとのトレードでクリス・マーティンと共にロッキーズへ移籍。2014年1月15日にロッキーズと1年契約を結んだ。オフに FA となった。また11月7日に日米野球2014の MLB 選抜に選出された。この時は FA だったが、ロッキーズのユニフォームで出場している。2015年2月19日にカンザス式ロイヤルズとマイナー契約を結んだ。4月5日に1年185万ドルでメジャー契約を結んで25人枠に登録され、開幕をメジャーで迎えることとなった。7月27日、ジョニークレットの加入に伴って、背番号を45に変更した。前年は、 先発投手としてマウンドに登る機会が多かったが、この年はリリーフ専門で投げ、67試合に登板、ちょうど通算300試合登板となった。防御率は2014年比で約2.00も下がり、3.18だった。また、基本塁打の割合も減ったほか、4勝2敗を記録して、自己ベストの勝率、667をマークした。 オフの11月2日に FA となった。2016年3月5日、ミルウォーキーブルワーズとマイナー契約を結び、同年のスプリングトレーニングに招待選手として合流したが28日に放出された。4月2日にトロントブルージェイズと1年契約を結び、開幕25人枠入りした。8月1日に DF となり、9日に自由契約となった。 2017年2月8日に指名投手枠で第4回 WBC のベネズエラ代表に選出された。6月22日にメキシカンリーグのモンクローバ、ー、スティーラーズと契約したが、故障で8試合の当番に終わり、オフに自由契約となった。常時90マイル台半ばを計測する速球とカーブを武器に、特に左打者に対して強さを発揮する。キャリア強さで、 投球回数の半分以上の支給を出す請求力が課題だったが2011年のレッドソックス遺跡後には改善が見られた。ありがとうございます。